もしも EC のビルダーだったら、ビルドはなるべくストーリー前にやっておきたいけれども、その通りにはあまりできてないですね。EC のビルダーとはね、白地のことなんですけどね、大木槌の格好をして今空っぽ島にいます。そんな白地が作った世界観を自分がその立場だったらどう思うのか考えながら、いろんなことを感じながらね、やっていこうかなということで、キングサーモン用の水槽を作るところでございます。場所は釣り島にいます。
地味な作業が続きます。何も面白くありません。作業がめんどくさいんですけどね、できた時の達成感っていうのはなんか プログラミングをやってるような感じかもしれないですよね。一生懸命プログラミングしてそれがお金になるならさ、立派だけど別にお金になるわけじゃないんだよね。まあ、データを消さない限りずっと作ったものが残るっていうのはなんとなく素晴らしいことのように思うかもしれないけど、でもあってもなくてもどっちでもいいものなんだよね。何のためにこんな作業をやっているのか、そんなことを考えてしまいます。こんな細いところサーモン泳げんのかな。違うんだけどな。Thank you.
あーしんどいなこの作業。何のためにやってんだろうな。モンゾーラをやりだした時はね、こういう作業が楽しくてたまんなかったんだけど、なんかさ、やれることが増えるとめんどくさくなるんだよね。あのモンゾーラのかけられたできること、あの状態が一番楽しいんだよ。まあ、新しいあのストーリーのある島に行くとき、裸一貫で行かせるのはその面白さをね、キープするためだと思うんだけどさ、まあだけど船に荷物を積めないっていう理屈は通らないよね。だって帰りはさ、持って帰れるんだからさ。
もう何やってんだよ、ムカつくな。
なんか退屈だな。一旦寝るか。あ、ちょっと待った、ちょっと待った。上に何を持っていくか見てみたいね。あ、泳いでんだ。初めて見たかも。泳いでるところ。一応泥の水のね、釣り堀も作ったんだよね。あと話すだけなんですけどね。上のプールの水もあそこに注ぎたいよね。できることなら。このプールの水をさ、こういって、しかも下の畑にこの水が流れていくのも面白いんじゃないかなと思うんだよな。下の畑のこの辺かな。この辺が。ちょうどここに水が降りてくる。キングサーモン。
巨大なやつにするか。ああ放流できねえ。もう一匹だね。魚中。じゃあ次回に続きます。